はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はこちらのこのね、こいつですね。これやりがいくんって言うんですけど、まあどういう命名の仕方かちょっとよくわかんないですけど、やりがいくんって言うんです。このやりがいくんを入れたフラワーアレンジメントを皆さんに紹介します。の作り方ですね。まあこいつね、西洋ブロッコリーですよね。もうめちゃめちゃ重いです。なんでこの重さをどういう風にするかっていうところですかね。重さはどういう風にするか、まあやりがいがありそうなアレンジですね。まあいいや、早速いってみましょう。どうぞ。はい、では早速いってみます。もうすでにね、このアレンジする前にも落ちました。こいつは結構重いんですよね。まずこの周りの葉っぱはね、割とやっぱこう見てもらうと分かるんですけど、傷んでくるんですよ。なんでこれは取ります。ただこれもすごい硬いんですよ。もうさすがですね、これめちゃ硬だよ。まあ前から見た時に少しだけあった方がいい部分は残そうと思ってますが、全然なんかなくても良さそうなんで取っちゃいますかね。少しだけ取っといて、あとは取ります。で、あとはこれ長さですよね。長さをまあこれベタッとくっつければね、番手はするんでしょうけど、まあ、今回少しだけ浮かしましょうかね。ちょっとある程度やっぱ長さを切ります。このぐらい切りますね。ハサミも入らないのね、この大きさだとね。あとはナイフで削ります。ナイフで削りますね。ナイフでも削れねえし、ハサミではまだいけそうですね。まあ、こんな状態にして刺します。でその時にこのね、ど真ん中に、フォームのど真ん中に刺すとフォームが割れるんですよね。だからちょっとこうフォームの脇にこう隙間が空いてるじゃないですか。こういうところ、こういうところを利用してこう刺していくんですよ。よっよっやったやりがいあるねこれ。そうするとこうフォームが割れないんですね。まあ軽くこう刺さりますから、皆さんもやってみてください。はい、次にこの黒文字くんを刺します。長さが上に出るんでちょっと引きましょうか。無駄はね、溜めて刺していきます。次にこうドラスナを入れます。ドラスナはこのように葉っぱを巻いて、こう葉っぱを整えて、それでこう巻き込んで、でこうホチキスで留めます。こういうパーツにしたのをここに刺していきます。もちろん丸めてないのも作って刺していきますね。
ね、こうした刃物とかのテクニック、フラワー TV の中で適度に出てくるんですけど、これね、まあ、今回これフラワーアレンジメントですが、この刃物を加工するテクニックに関して言えば、フラワーアレンジも花束も変わりません。今フラワーアレンジの方の通信講座のテキストも作ってますけど、もうすでにできてるね、この花束基礎テキストの通信講座テキスト、花束通信講座 花束基礎テキストこちらの中に結構このテクニックに関してはいっぱいこう書いてあるんですね。葉っぱを加工するテクニックに関しては全部ではないな、まあ、ただワイヤーをインソーションする方法とか葉っぱを丸める方法とか書いてあります。まあこれはね、こっちはまあフラワーアレンジじゃなくて花束ですよ。花束なんだけど、そういうことも書いてあります。もしね、この花束基礎テキスト、これ花束通信講座専用テキストなんですけど、欲しいという方がいらっしゃいましたら売ります。なので、最後、動画の最後に、こちらを欲しい方はこちらへどうぞっていう案内出ますから、そこを見てください。あ、見た、そこに注文してください。それか、こうリンクの方に、下の動画のリンクの方にも貼っておきますんで、ぜひどうぞ。これマジで、これあなたがすげえ上手くなるテキストなんでいいと思います。次にこのガマ墨を入れます。はい、次にこちらのガーベラを入れます。ガーベラはやはりこうインソーションをして、ワイヤーをインソーションして入れてきます。インソーションの仕方はテキストをご覧ください。最後にこのアンスリウムを入れて終わりにします。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このやりがいくんがね、やっぱ大きいから結構こういろいろと、何ですかね、マスで固めるよりはやっぱりこうラインを出した方がいいです。まあ、僕の場合はほとんどライン出してますけど、まあ、特にこういう時はライン出した方がいいですね。ではまたこういうね、珍しい素材もどんどん使っていきたいと思います。では次回またお会いしましょう。 See you next time。 よし。